リーガは活気にあふれ、ユネスコ世界文化遺産として認められた建物が多くある町です。音楽とデザインの首都は急速に最適でアクセスもしやすいです。でも一味違うものを探していませんか？リーガを出ると緑豊かな森と城や荘園のある丘が見えてきます。森の木々の間に小さな田舎風のゲストハウスが見えます。美しい風景の中で美味しい空気を吸い込み、完全にリラックスするのに最高の場所が見つかりましたね。さて、休めば食欲も進みます。早速グリルで焼いた魚などいかがでしょうか？体が軽くなるように田舎のサウナやスパセンターに行ってみましょう。多くの人が海岸の町ユールマラに滞在します。古い時代の木造建築もたくさん見られます。青い海を眺め、静かな海岸を歩きたいという方はラトビアの500キロに及ぶ海岸で探していたものが見つかることでしょう。音や香りを楽しむならハイキングやサイクリングが最高です。冬はスキーの技を自慢して、春は香りの良い花を楽しみ、秋は美味しいかぼちゃのスープを味わう季節です。ロマンチストならラトビアの港に停泊する白い帆船を見るのもおすすめです。ラトビアでは季節に応じてのんびりと様々な楽しみ方ができます。